腹減ったな。何も食ってないの？お菓子食った今。おにぎり。おにぎり。おにぎりは昨日めっちゃ食ったて。時々やってるこれ何個食えるかバトルって配信上で誰か言ってるの？おにぎりはこの間きなこと、エペックスした時に。あ、そうなんだ。うん。普通に考えて全員配信者なのに配信外で何個食えるかバトルとかやってんのエグいよな。ね。おにぎりチャレンジでもさ、配信でやってもみたいなとこない、俺たちが。まあそもそも俺らまあまあ大人な年齢ではあるじゃない。そうだね。まあ、高校生とかが喜んでやりそうなこと裏でやってんのどうかしてるよね。よくよく考えれば冷静になって。まあでもなんでだろうね。誰が始めたんだあれ。なるせ。え、おにぎりってさ何個食えるってね。え、てかさ、おにぎり何個食える、これね、始まり、何個食えると思う？え、やろうぜっていう。そう、ピザ何個食えるかバトルもやったな。ピザな、食を楽しまなければ多分1取れるわ。いやいや、もういい、言い訳はいい。いや、言い訳じゃない、認めてる、もうあの時のバトルは負けた。言い訳だよ、気づいてないかもしれんけど、それ言い訳だよ。じゃあ言い訳だわ。じゃあハッシュポテトとさ、ハッシュポテトとチーズトッピング、全体チーズトッピングで食べてみなよ。いや、それそれやれって言ってないで、誰もノーマルピザで言ってたやん。そうだよ、なんでトッピングすんだよマジで。だってバトルでチーズいっぱいな方がうめえやん。いや、いいピザは、ピザ乗ってるよ、チーズ十分あるだけいいじゃん。いや、あるだけいいわけじゃないて。それもそう、量増えるて、食い切れなかったやん結局。ちょっとだって、いや、まあ、チーズトッピングはまだいいわ。ハッシュドポテトなんで食った？だってクーポンあったんだもん。もったいないじゃん、使わないと。クーポン使うなって。もったいないじゃん。バケモンが。人の言葉は喋るな。パクパクパク。いやー、美味しいよ、やっぱ素材にこだわってるね CPT は。